私は
どうぞ。はい、今も阪急さんだけ私に撮ってますので、よかったら見てみてください。皆さん見るだけでも、どうぞ。ありがとうございます。お気をつけて。これすればみんな、信じてもらえる。
チンも美味しいかな、うん、美味しいですか、うん、あ、母ちゃん、うねうね雲の通り道、うん、すごく足の長い雲が、うん、おいしい？これももっと食べる。やっぱ、うん、もみじが落ちるくらいだと一回ね、気温が下がって、うん、食べてみた？食べた。うんうん、だいぶ止まってるね。どうだどうだどうだ。
あれ何持ってるかってよく聞かれるじゃないですか。これって感じなんですね。60年前でもそうだった。ちょうどこの右の赤い橋です。右側ご覧くださいませ。右あれです。だからね、言ったでしょ、あれあれなのって感じ。あんなに有名なんですが、この右の赤い橋、そして左に壁にね、これ毎時0分になるとからくり時計ですね。毎時0分、よさこい節とともにからくり時計はこの左の壁です。でこの右が、はい、播磨屋橋ですね。で今度ですね、もうちょっと後ろ向きなんですが、播磨屋通りと書いた看板の右側です。ちょっと右ね、丸い石、頭が見えますね。アンパンマンです。かわいらしい。向こう向いてるんです。ホテルからここまで徒歩15分、ホテルからここまで徒歩約15分です。よかったらね、まだ明るい時間ですから、プラーッと見ていってもらうのもいいかもしれないですね。ホテルフロントに周辺マップがありますので、そちらを皆さん参考にしてください。周辺マップありますのでね。でこれ右、ほら、ごめんって書いてある。ごめん、電車の行き先、ごめん、駅名です。ごめんって駅があるんです。ごめんって駅があるんですよ。4時45分現在、NNN のまとめによりますと、全国で1日の感染者数